俺はここで保健医をしている。大学生の相手をしながらのんびり仕事をさせてもらっている。はあ、毎日保健室にこもりきりで面倒を見て、気晴らしのタバコの一本くらい許してほしいもんだ。バレるのが嫌だから隠れるけど。ん？あれは。それでさ、これがまたすっげえ面白いんだって。なんだそりゃ。嘘じゃねえの、マジ一回見てみろって。はいはい、暇だったらな。かわいい。あんな笑顔がかわいいやついたんだ。やばいな、一目惚れかも。保健室には来たことねえ顔だな。どうすれば会えるんだ。それから連日、あの可愛い笑顔を向けていた男の子が気になっていた俺は、出会い方をひたすら探していた。探すために大学内ふらつくわけにもいかないし、困ったな。の、何か外が騒がしい。あれは。おい、そこの男子。え、俺っすか。そうだ、君今テニスしていたよな。そうっすね。え、何かありました。いや、腕の曲がり具合が気になってさ、もしかしたら怪我してるんじゃないかと思って見に来たんだ。わざわざ。あざます。これも仕事だからな。先生の手冷たいな。気持ちよくて結構いいかも。君、名前は。名前？日向っす。フルネームを聞いたつもりだったんだけど、まあいいか。日向、これからも見に来るよ。他にも心配なところあったし。マジっすか？じゃあ頼みます。ああ、よければ保健室で見せてくれないか。保健室ですか？そうだ、ここだけじゃ見えにくいところもあるしな。はい。今もっすか？時間がある今も見たいところだが。いや、この後も練習残ってるんで。じゃあ明日練習終わったら保健室に来い。わかりました。これで会う口実ができたな。明日からどうしようか。こうして楽しみにしていた次の日。失礼します。お、いらっしゃい。いつもこんなに遅くまで働いてるんですか？それが仕事だからな。さて、じゃあちょっと腕と足を見せてくれるか。はい。なんか緊張するな。先生は善意でしてくれてるんだし、文句なんて言えないけど。次、腰見たいから服脱いでくれる？え？ん？男同士なんだからいいだろ。それもそうっすね。なんだろう、すげえ恥ずかしくなる。俺だけなのかな。さすが毎日動いてるだけあって、筋肉がしっかりついてるな。俺、怪我したこともなくて。へえ、健康なんだな。だから、保健室とか、めっちゃ緊張するんすよ。だから筋肉がこわばってるのか。バレてた。余計に恥ずかしくなっちまった。そこまで緊張しなくてもいいのに。でも。少しでも緊張がなくなるように、抱きしめてやろうか。いや、その。冗談だ。冗談かよ。お望みならいくらでもしてやるけどな。かっこいいから様になるのが腹立つな。それから、練習がある日は毎日日向が来てくれるようになった。今日は足をじっくり見たいんだ。座ってくれるか？はい。うん。筋肉は大丈夫そうだな。息が足にかかってくすぐったい。ん？足もぞもぞさせて、トイレでも我慢してんのか？違う。ちょっとくすぐったくて。へえ。感度いいんだな。あんたが息かけるから。ふーん、俺のせいか。そうだ。しっかり見ようと思って顔が近くなっただけなんだけどな。それはごめん、俺のためなのに。じゃあこれからは我慢するか。そ
する。なら我慢してくれ。そしたら継続するぞ。我慢しなきゃな。試合が近いのか遅くまで練習してからでも俺のところに来るようになってだいぶ俺にも心を開いてんのかななんて思うようになった。先生、練習終わった。汗くせえな。仕方ねえだろ、今日すっげえ暑かったんだから。ふぅ。おい、シャワー室入れ。ちょ、それなら今服脱ぐから。いい、そのまま入れ。え、いやいや、ちょっと、うわ、服までびしょ濡れじゃねえか。全部脱がなきゃな。濡れてて脱ぎにくいっつーの。手伝ってやるよ。ほら、万歳しろ。小さい子じゃねえんだから。早くしねえとベタベタして余計脱げにくくなるぞ。わかったよ。ほらタオル、大事なところ隠さないと俺に全部見られるぞ。別に先生ならいいけど。お前、いつか痛い目見ると思うぞ。なんだよそれ、見ねえから平気だっての。鈍感。なんか言ったか。なんでもねえよ。ほら、着替えあるから着替えとけ。はーい。遊びに来ちゃダメだったか。いや全然、むしろ大歓迎。本当か。そっか、いつでも来ていいのかな。今は誰もいないし、体見てやろうか。あ、首汗かいてんのか。ああ、走ってきたからさ。廊下は走るなよ。いいじゃん、細かいこと気にすんなって。はあ、なあ、また舐められたくなかったら廊下走るなよ。わかった。先生の舌が俺の首に。そういや今日は練習あんのか。この後あるけど。じゃあ汗かいた分塩分補給しとけ。スポドリ今持ってきてねえよ。この飴でもよければ食うか。塩飴だ、もらっていいのか。ああいいよ。じゃあ。うん。ってなんで先生が食うんだ。先生。ありがたく食っとけよ。先生くらいのイケメンならこんなの当たり前なのかな。ちょっとモヤモヤするかも。日向、足怪我したってマジかよ。いや、やらかしちまったわ。なんでもおばあさん助けたんだって。さすが日向って感じだな。来週試合だろ、出れるのか。今日医者に見てもらうんだ。それでわかるのか。なんともないといいな。大丈夫だって、ちょっと捻挫しただけだしさ。ならいいけど。大丈夫だよな。うん、大丈夫だ。これは思っていたより重症ですよ。え、あの試合があるんですけど。試合ですか。症状を悪化させるだけなので控えてほしいところです。少しも出ちゃいけませんか。はい、かなりひどいので安静が一番です。そんな。頑張ってきた試合に出られない、すげえ泣きそう。なんかわかんないけど先生に会いたいな。先生。お、大声出してどうしたんだよ。先生、俺試合に出れなくなっちゃった。どうしたんだ。歩道橋でおばあさんが落ちてきたのを助けたら足首怪我して。優しいな。俺軽い捻挫だと思ってたんだけど、さっき医者に行ったら。ひどかったのか。うん、それでおばあさん助けたこと後悔してんのか。してねえ。じゃあ助けてよかったと思ったんだろ。思った。大怪我するところだったおばあさんを助けたお前は間違えてないよ。でも試合に出ることが。次の試合はないのか。あるけど。
じゃあ次の試合に向けてまた頑張ろう。俺も手伝うし。うん、ありがとう。今なら俺しか見てねえから存分に泣いとけ。俺としちゃ他のやつに見せたくねえし。そんなの俺も見せたくねえよ。お前なあ先生、俺から言わせてくれ。日向、お前のことが好きだ。俺もちょっとずるい告白だったかもな。弱ってるお前相手に言うなんて。両思いだったからいいじゃん。しかも告白のおかげで元気になれたし。元気なやつ。俺次の試合頑張る。あ、頑張れ。だから先生、これからも俺の面倒を見てくれるか。隅々まで面倒見てやるよ。後日俺の海外しい世話もあってか、次の試合に勝った日向は俺に向かって V サインをくれたよ。俺が惚れたあの可愛い笑顔で。